はい、ということで皆さんどうもこんにちは、しなの13です。ね、今回は近鉄奈良駅からのスタート。こちらがね、近鉄奈良駅の周辺となっていますが、今回はね、この近鉄奈良駅から出ている近鉄の観光特急にね、乗っていこうと思います。その名もね、青仁吉というんですがね、その青仁吉号はね、どんな列車なのかというのをね、今回見ていこうと思います。ということで今回もよろしくお願いします。今回乗る、ね、列車こちらですね、11時50分発車の列車です。ホームに早速止まっていました。特急青仁吉、メタリック下にゴールドという配色、そして車両前面の中央には幸せの兆しとされる花食い鳥をデザインしたエンブレムが飾ってあります。側面には一席表示案内、そして正倉院の宝物庫にある螺鈿下の五弦琵琶という琵琶に書かれている花柄をモチーフにしたデザインが施されています。今回乗っていくのはこちら11時50分の京都行き青仁吉、こちらは大和西大寺丹波橋に停まります。早速乗車していこうと思います。今回ね、この2号車から乗車していきますが、今乗るのはね、3号車なんですが、こちら扉もね、すごい豪華で、車内に入るとこんな感じ。お客さんがね、いるので全貌は取れませんが、絨毯が敷かれています。ということで、青仁吉は11時50分近鉄奈良駅を出発。この青仁吉は原則として木曜日以外、繁忙期などはね、運行することがありますが、原則として木曜日以外は毎日運行されています。毎日大阪に行くやつも合わせて合計8便運行されているとのことですが、今回乗っている11時50分奈良発のこの青仁吉は第3便ということです。この後もね、近鉄の奈良、京都でここを往復しまして、最終的に大阪に行く、そういったね、ダイヤになっています。近鉄奈良を出てからしばらくの間は近く間となり、途中新大宮までに地上区間に出ます。近鉄奈良を出発してからしばらくしまして、まあ、新大宮を過ぎたあたりですが、ここで近鉄奈良線の、ね、見どころの一つ、それをね、紹介しようと思います。新大宮と大和西大寺の間にあるのですが、こちら皆さんこちらご存知でしょうか。しばらく走っていると見えてきますが、どうでしょう。さあ、ものすごい速度でね、列車走っていますが、見えてきました、こちら。こちらがね、大きなところになりますが、あちら朱雀門ということで、こちらは平城宮跡。そうなんです、こちら近鉄奈良線は平城宮跡を、ね、横切っていくということなんですね。あちらにも平城宮跡という看板がありました。平城宮跡を過ぎると近鉄でも面白い駅の一つに、まあ、数えられます大和西大寺に到着。この駅はね、何が面白いかと言いますとね、こちらもう見ていただいて分かる通り、ポイントがね、すごいたくさんある、まあ、複雑な駅なんですよね。こちらは近鉄奈良線と近鉄京都橿原線が交差する駅で、本当にね、ポイントが複雑になっているんですね。外からね、実際に撮ることはできませんでしたが、このね、駅のホームから見るとその複雑さがね、よくわかります。列車は1つ目の停車駅、大和西大寺に到着です。大和西大寺を出発すると近鉄奈良線とは分かれ、ここから近鉄京都線に入っていきます。こちらね、見えませんがポイントを渡っている途中です。奥の方に分岐していったのが近鉄奈良線、生駒、鶴橋、大阪難波方面、そしてこちら今入ったのが近鉄京都線、京都方面となっています。青仁吉には2号車に販売カウンターがありまして、そちらでスイーツ、オリジナルグッズなどを買うことができます。今回は抹茶のアイスを買いましたが、非常に美味しかったです。さあ、しばらく走りまして奥の方に線路が見えてきました。あちらは抜剣都市線、 JR の線路になります。運が良ければ JR 線のね、車両を見ることができますが、残念ながら今回は撮影することができませんでした。車内にはね、このようにライトがあります。なんかこれ見たことあるなーって人多いのではないでしょうか。こちらもね、奈良の方の宝物庫に入っています。瑠璃の月
というものをねモチーフにしたライトとなっています。このようにね天井を見上げても細かい模様がね描かれています。こちらのライトなんかもね本当にすごいですね。調べたところによると伝統的な模様だということですが、でもねなかなか面白い模様でね見ていて楽しいなと思いました。今回僕はね3号車 2A と 2B に座っています。ここでね列車がたくさん止まっているのを見ることができますが、こちら新田辺の車両基地車庫です。細かい分類はねちょっとここら辺詳しくないので分かりませんが、複数の列車が止まっています。で座席はねこんな感じ。本当に列車内とは思えないほどの豪華な座席になっています。このようにね天気が晴れているとちょっとね雲が多い気もしますが、眺めも良くて本当にゆったりと観光している気分になります。まさに観光特急。絨毯もねこの模様なんか非常にいいですね。すごいなんか上品な感じがします。カーテンをねかけてもこのようにねちょっと綺麗な模様がまた出てきまして、本当にね細かいところまでたくさん作り込まれている素晴らしい特急だなと思いました。こちらね洗面台ですがね、こちらもすごい奈良になんか関係あるようなね模様がありました。せっかくなんでね星5用意いただいていきます。さあ列車近鉄丹波橋を出発、次は終点の京都です。デッキはこんな感じ、非常にね、なんか上品、そんな感じがします。用はありませんがね、トイレはこんな感じ、非常に広い綺麗なトイレでした。素晴らしい特急です。景色やね、座席なんかを見て、あ疲れた上を見ようなんて、上を見るとこんな景色、見なくていい場所が全くない特急でしたね。このね、座席の後ろ、枕カバーみたいなところにもね、あの枕カバーではありませんが、エンブレムがね、書かれています。武田という駅をね、通過したところですが、こちらには京都市営地下鉄烏丸線の車両基地があります。中にはね、新しい新型の車両もありました。ここから列車高架区間に入っていきます。だんだんとね、京都市街地の方に入っていきますが、そこまでね、建物が高いわけでもありません。まあ、今まで行ったところに比べるとね、全然高いのですが、京都はね、景観条例というのでね、建物の高さが決められていますので、それ以上をね、超える建物はないということで、非常に統一感のある街並みですごい綺麗です。この辺りでね、あの車内チャイムが流れまして、間もなく京都ですというね、アナウンスが流れるのですが、いや、本当にね、ここに来るまでがあっという間で、いや本当に今、乗っていた、まあ、そんなことを、ね、感じさせるような特急でした。非常にね素晴らしい、ね、僕はそう思いました。さあ奥の方に何やらね五重の塔が見えてきましたが、こちらは東寺ということですね。実際この近鉄にもね京都の隣東寺という駅がありますが、素晴らしいお寺をねもう観光しながら特急列車で移動できるって、こんなに素晴らしいことはありません。逆に言えばね、これ普通列車に乗ってもね、京都観光できるというわけで、なかなかね、面白い路線にもなっています。しっかり観光特急、観光地を見ることができました。今までね、ちょっと気づいてなかったんですけどね、本当にね、こちら窓もでかくてね、ちゃんと景色を見ることができるみたいです。さあ、30分ほどでしたが、あっという間に京都に到着。本当にね、素晴らしい列車でした。この特急は鬼押し。これはね、もう乗ってすごい良かったと思います。ということでね、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。